セックスのマイラジオ、はい、お願いします。どうぞください。マイクを紹介します。戦いは最後にやりますんで、はい、15からいい15からだんだんなんか10個とかなんかずつやちょっとずつやってきますので。はい、わかりました。そのちっちゃいでも大丈夫。はい、大きいのもありますけど。あ、ありがとうございます。大丈夫です。大丈夫です。で、最初声聞いていた聞かせていただいて、はい、でキャラできたらどんどん撮っていきます。はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。わかんないところか読めないところとか大丈夫。1点だけ確認で、ですね、暗記でよろしいんですよね。暗記で、はい、はい、わかりました。以上です、はい、いかがいたしましょう。ヘッドホンはする方されない方つけたいです。つけたいです。はい、かしこまりました。ではこちらのつまみが、そういうミックスと書いてあるこちらのつまみがボリュームになりますので、はい、適宜調整していただければと思います。はい、あとはもっと体勢作っていただいてもよろしいですか。その頭の位置でもうちょっと下です。そうですね、このぐらいですかね。はい、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あ、油断してた、囲まれてる。それですね、はい、こんな感じで全体的に行ってみたいのですが。わかりました。じゃあ15から33って長い。あ、いえ、わかりました。33、はい、で、あの急ランプついたらご自分の間でいいんで。はい、わかりました。あの一つと一つの間が1分ぐらい開かなければ。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ15から回していきます。よろしくお願いします。お願いします。そこ油断してた、囲まれてる。え、そんなつもりじゃ。襲われそうだったからだけど、別に髪の毛引っかかるから切ろうかと。下がって。あ、別につけられなくても髪飾りに何もなければいい。これは親からいただいた唯一のものだから、すごく大事。危ない。ありがとう、ララ。うん、それ本当の私の母上の形見なんだ。そこ。油断してた、囲まれてる。つもりじゃ。襲われそうだったからだけど、別に髪の毛引っかかるから切ろうかと。下がって。あ、別につけられなくても髪飾りに何もなければいい。これは親からいただいた唯一のものだから、すごく大事。私の母上の形見なんだ。私を産んですぐにと聞いた。私と母上をつなぐたった一つのものだ。ありがとう。来たか。はい、少々お待ちください。はい、トップに見えないところはなかったですけど、この辺はちょっと早かった、ね、早かったね。襲われそうだったから
で次、だけどって言い直しです、ね、今ね、くっついちゃった。あ、くっついてるんですよね。くっついたらいいですよね。話した方がいい。19と31を取り直させてください。はい、19年、襲われそうだったからだけどって、ここは切り返しのだけどに書いてくれる。まあ、くっついちゃってるんだよ、はい、それで、31も私を産んですぐにと聞いたって、なんかこう点々でちょっと余韻を楽しんで、はい、うん、で、私と母親をつなぐたった一つのものだって、なんかその辺はちょっと余韻を楽しんで、はい、あと2社はね、大丈夫です。で、19と31をください。はい、襲われそうだったから、だけど私を産んですぐに、と聞いた。私と母上をつなぐ、たった一つのものだ。はい。はい、ちょっとお待ちください。はい。多分、注文しても大丈夫なんですよ。はい。注文しても大丈夫な、これ大丈夫じゃない、こいつ。あ、待ってた。大丈夫です。大人なんで。だけどの切り返しのだけどは点々点につながるのか、もう少し下げてだけどみたいな感じにしてほしい、うん、はい、あ、それだけです。19もう一回やらせてもらっていい？はい、襲われそうだったから、で次だけどってあげちゃったんだけど、だけどってこう収め、はい、わかりました。はい、じゃあ19です。襲われそうだったからだけど、もうちょっと押さない、もうちょっとゆっくり、だけどって、うん、はい、はい、襲われそうだったからだけど、はい、ありがとうございます。はい、あとはこちらないです。はい、じゃあ、ここまで OK です。次、34から48までいきたいと思います。はい、いっちゃって大丈夫？走らないでくださればもう全然 OK ですんで。はい、はい、待っちゃった。当主から話は聞いている。いつものことだから、それと演習中は私に近づかない方がいい。下手すれば死ぬ。じゃあ頑張って。しまった。この場から離れろ。私はいいから。もう少しだけ耐えて。暗鬼の投げすぎ、向こうの手持ちがなくなったはず。このくらい。仲間内での攻撃も許されてるから。あのくらいじゃないと演習にならないからちょうどいい。それにあんなことで立ち止まっていられない。早いか。狼。ララ、ありがとう。そろそろ行く。私と一緒はやめた方がいい。はい、ちょっと待ちください。はい。なんか全体的に もっとに回ってて感情的になっている感じがして、多分下手すれば死ぬ、じゃあ頑張ってって、収めるんですよ多分 ね、私はいいからって収めるんですよ多分ね、はい、林原長年の友達なんだもん。もう一回やらせてください。また張り切ってきちゃった。でね、多分下手すれば死ぬ、じゃあ頑張ってで収めちゃった方がいいのかな。頑張ってで、私はいいからとか、なんかこう収めるんだと思う。このでこのくらいもね、多分このくらいってなんかこう無感情でいいんじゃないかな。はい、今、うん。ララ、ありがとう。そろそろ行くってこう収めていくと、なんかこのなんだっけ、この企画、この役に近づ、夕霧に近づくような気がする。わかりました。うん、もう一回頭から34回やって。はい、お願いします。すいません。当主から話は聞いている。いつものことだから、それと
演習中は私に近づかない方がいい。下手すれば死ぬ。じゃあ頑張って。あ、でもあれだね。しまった。この場から離れろ。私はいいから。もう少しだけ耐えて。熱い？熱くなっちゃった。暗記の投げすぎ。向こうの手持ちがなくなったはず。ごめん、ごめんなさい。ちょっとまた熱くなってきちゃった。はい。うん。下手すればか。はい。36から、どうしてもね、感情が乗っちゃうとね、はい、でも感情乗るなって難しい言い方なんだけど。感情乗って感情乗んないで。なんかその方が冷たい方がね、すごく夕霧って感じがするんで、優しさが出ちゃうとね、怖くなっちゃうんで、はい、頑張ってって言っちゃったんだけど、じゃあ頑張ってってこうつけない。30、いや34から行こうかね。はい、すいません、回しちゃってるよね。当主から話は聞いている。こういうことですね。いつものことだから。それと、演習中は私に近づかない方がいい。下手すれば死ぬ。じゃあ、頑張って。しまった。この場から離れろ。私はいいから。37からごめん。取れちゃってごめんね。37もね、これね。この場から離れろも、私もいいかも、空もね、はんなくて大丈夫。はい。うん。ごめんね、止めちゃって気持ちがいいところ。37から行きましょう。はい、ありがとうございます。ごめんね、じゃあ、もう。いいよ。しまった。この場から離れろ。そういうことだよね。私はいいから。もう少しだけ耐えて。暗記の投げすぎ。向こうの手持ちがなくなったはず。このくらい仲間内での攻撃も許されてるから。あのくらいじゃないと演習にならないからちょうどいい。それにあんなことで立ち止まっていられない。狼出しちゃった。ララありがとう。そろそろ行く。私と一緒はやめた方がいい。はい、ちょっとお待ちください。はい。どうですか。このくらいなんですけど、うん、これ怪我してて手当てしないとって言われて、このくらい大丈夫なの、このくらい点々点なんで。このこっちは怪我してる。あの子が怪我してる。あの子怪我してる。はい。OK。ニュアンスが、はい、43のこのくらい、ごめんね、俺が間違えた。怪我してて、夕霧ちゃんが。で、こう、手当てしてて、このくらい大丈夫の、このくらい。はい、わかりました。それでね、46と47、48、また出しちゃったんだけど、出さないで。はい。狼のびっくりマーク取っちゃってください。はい。で、ララ、ありがとうって、こう、収めてくれた方が。ありがとうって言わないで。ララ、ありがとう。そろそろ行くって言って。で、やめた方がの方だけ立っちゃってるから、なんか気持ちよかったんで、はい、うん、だから、43、46、47、48といきます。はい、元気がいい子だからね、大変なんだね、抑えるのが。このくらい狼なら、ありがとう。そろそろ行く。私と一緒はやめた方がいい。どっちか二つ入れておきます。はい、ちょっと後半の方がいい。後半の方がいいですね。はい、はい、いただきました。はい、ありがとうございます。普段元気のいい子だから大変だよね。そうなんじゃん。失礼しました。はい。この後びっくりマークはないから大丈夫でしょう。はい。乗ってきちゃったから全部行っちゃっていい、最後まで。はい。で、49から64まで行きます。はい。元気に なっていいんだけど、なるべく自分に頑張ってください。行ってきます。行ってきますって。わかった。頑張ってついてきて。もうすぐゴールだから。
やっぱり姉上、さっきのも姉上の仕業か。姉上、勝負。そう言ってる時点で負けだ。暗器の使い方、もう一度勉強した方がいい。待たせた、飛行。平気、回収されると思うから。ラレ、下がって。来た。あそこがゴール。うん、よく頑張ったと思う。親を取られたんだと思ってるんだと思う。こんな私にも優しくしてくれたし、本当にいい人たち。大好きかはわからないけど、優しくしてもらった分は恩を返さないといけない。恩を返すなら一番になれって当主が教えてくれた。だから私は一番になる。ありがとう。もっと強くなって一番になる。はい、少々お待ちください。はい。相手が倒れてんのを上から 見下してっていう勝利ポーズ。その2つです。13、14です。はい。あ、区内、また忘れてきちゃった。声変わりましたね、すいません。今言おうとしたところなんです。あ、区内、また忘れてきちゃった。まだまだね。もうちょっと元気系でもらっていい？はい。あ、おっしゃった。あ、区内、また忘れてきちゃった。まだまだね。音出したんだよ。はい。もうちょっと出せる？はい。うん、ちょっとキャラ忘れていいや、ちょっとだけ。どれか。あ、区内、また忘れてきちゃった。まだまだね。いいですよ、いいじゃないですか。いいんですね、なんか最後だから。まだまだね。それ以外まだまだねって言ったらまだまだねっていうため息混じりもあるんです。あー、そんなこと、はい、まだまだねをね、もうなんかため息混じりにこうまだまだねっていう、なんか、はい、それでキャラを忘れないで。はい。14だけでいいですか。はい。14だけください。はい。まだまだね。ああ。いいですか。こっちはよく。はい、これいただきます。はい、ありがとうございます。すべて終わりましたが、心残りはあります。あるんだ。どう？27、28の、あ、レラ危ない、26から28あたりなんですけど、状況、状況がわからないです。はい、分かってたんですよ、多分ね。ちょっと待って。はい、これいります。聞いてみますね。はい。あ、ララ危ない。あれ、かなり張ってるんですよ。うん。敵が来たところです。会ってて、敵が来てこの状況でです。で、会ってはいるんだけど、敵が来たっていう状況で、それを知っといてもう一回やってこう。よし、やりたいです。じゃあ26、27、28でいい？はい、
じゃあこれ敵が来たそうです。はい、わかりました。いっぱい来た。そうです、いっぱい来てます。はい、いきます。ララ危ない。感情が入りすぎたって。感情はダメダメダメ。それ抑えていきましょうか。はい、はい、さっきのも良かったのね。はい、ララ危ない。キャラが変わっちゃってさっきのでいいですよね。はい、さっきの方いただきます。ありがとうございます。あと心残りは最後なんですけど、その前のアーが、ま、あの何の、あ、23ね、何だか分からなかったです。その前に戦闘して、戦闘でいろいろ動き回ってる間に髪飾りが壊れちゃって、落ちちゃって、あ、問題ないです。大丈夫、ありがとうございます。聞いてみようか、今。あ、嬉しいです、聞きたいです。はい、あ、大丈夫でしょうか。大丈夫、うん、大丈夫ですよ。あと心残りは全部ですって言わないんだよ。全部聞きたいんですけど。それはゲームになってから。わかりました、自分で課金して聞きます。ありがとうございます。課金しなくても大丈夫だそうです。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後のバトルの13、14、まだまだのとこどうしましょうか。これもなんか3パターンぐらいあるんですけど、今3パターンのすぐですか。疲れー、すごい声優かと思っちゃった。あ、普段本当元気なキャラが多いんで、役作りがちょっと難しかったです。ありがとうございました。恥ずかしい。